ラジオジャーナル。こんばんは、平井康奈です。上垣義弘です、ラジオジャーナルは政治社会地方取材を続けるフリー記者3人が届けるラジオ番組です。はい、今回はちょっと異例な形でいつも勘太郎さんがいるんですけれども、2人で、開催のラジオジャーナルとなりました。はい、どういった理由があるんでしょうか。あの、刻々とですね、あの新型コロナウイルスの状況が変化しておりまして、で、まあ取材はできているんだけれども、やっぱり3人でなかなか話す機会がないので、できる限りあのこまめに情報を出していかないとですね、もう仕入れたものがどんどん腐っていくという状況になっているので、なるほど、 できるだけ出したいなと。関東では4月7日の緊急事態宣言が出まして、そこから1週間ぐらい経ったということで、都市部では自粛の雰囲気が強くなっていますね。一つ紹介したいのは10日付の時事通信です。東京都は10日、新型コロナウイルスの緊急事態宣言に伴う休業要請に関して、居酒屋など飲食店については営業時間を午前5時から午後8時まで。午前5時。午前5時。午前5時って、あれって思っちゃった。午前5時。すごい。午後5時から8時まで。え？午前5時。あ、そうなんだ、うん。飲食店など、酒の提供を午後7時までに限定するように求める方針を決めたとして、11日から給与要請を実施しています。カラオケバー、性風俗、うん、で大学学習塾、あとゲームセンター、テーマパーク、あと運動施設とかですね、集会所まで、まあ、千葉県でもそれに続いていってるというところで、ああ休業要請が、うん、大きいなという感じはしますね。千葉も追従しているということですね、うん、はい、今日ですね、今日は16になるんですかね。そうですね、うん、議員会館の方で取材されたということで、どんな取材してましたか。はい、そうで、まあ、あの今、まあ、大体ねこう SNS とか出てる情報っていうのは一時情報がほとんどない、なんか発表されたものを、拡散されてるんですけれども、今も結構悲惨な状況がこう街では広がっていて、で障害者だけとかですね、あとは貧困の人たち、ネットカフェ難民とか、そういった人たちがもう行き場を失っているという状況を、政治家と官僚の人たちとに要請をするという、こういった条件で何か保証ができないかとかっていうことを直接やるという機会を、作ってました。そこを取材してきました。文科省、来ていた省庁は文科省、厚生労働省を中心でしたけど、20人ぐらい役所の人たち、官僚の人はね今頑張らないといけない時で、官僚だけじゃなくて地方の市役所に勤める人とか、うん、県庁の人も大変だよね。あの、まあ、インプットする場みたいな感じでしたね、うん、本当に行かないと分かんない情報、出さない情報ってなるんで大事だなと思ってやり続けてます。はい、はい、それはどこかで記事になったりするんでしょうかね。これからお楽しみ。わかりました。なんかちょっと濁ってましたけど、はい、と今回はインタビューを、撮っているということで、そちらの紹介をしていいのかな。はい、上垣さんが街の声を聞いてくれました。西船橋にあるレストランのオーナーで生駒浩平さん、ここはフレンチと自然派ワインを提供するお店で、結構流行っているお店ですよね。そうですね、はい、ここなんですけど、新型コロナウイルスからご多分に漏れず、まあ、休業要請は来ていないのか、そういった話もですね聞いてみたいなと思っています。自粛で皆さん外に出てないかもしれませんけれどもね、うん、レストランは今どうしているのか、なかなか裏側までわからないっていうところもありますからね。そうだね、なんかテイクアウト始めたよみたいだよとか、休業してるよとかは見えるけど、実際にどういう風な活動してるのか、うん、はい、はい、聞いてみましょう。それでは皆さんお聞きください、どうぞ。そう、まあ通常に比べると、うん、まあ半分までは落ちてないかなぐらい、まあ6割7割ぐらいはなんとかキープできてる、平月、いつもの月と比べると。ただもともと繁忙期だから、3、4月はそこと比べちゃうとやっぱ3分の1スタッフがいて、そうもちろん、うん、だからスタッフ、アルバイト週3とかで入ってくれる学生さんとか、うん、まあ、フリーターもそうだしはもう全部とりあえず休んでもらって、うん、っていうのはその
給与面もそうなんだけど、どっちかっつうとこう危ないっていう、うん、途中ビビってる子とかもいたから、うん、怖い怖いって、これを無理やり出させてなんか起きたらやばいみたいなのもあったし、うん、そうそうそう、うん、そのバイトさんがいて社員がいて、うん、でその補填っていうのは何かで、あ、そうだから今回の女性制度を使うと、うん、あのいわゆる入りたての子で雇用保険に加入してないアルバイトさんとかの分も保証しますっていう設定なんで、うん、それを使えば、まあ、6月30日までの分は、保証してくれる。で、まあ一応 100% 給与は、こっちで1回出して、まあ、日額8333円が確かマックスなんで、うんうんうん、そこをだから後々国の制度で補填してもらうっていう予定ではいますけどね。普通にもう申請とかそう、申請はまあハローワーク行って、うん、これとこれとこれを用意してくださいね、うん、で分かりましたで書類を用意して、あとは提出するだけです。多分生駒さん社長、そうです、自分で、はい、多分ここで言うとその駅からすぐ で、うん、でサラリーマンの帰りとかも多くて、うん、でお酒を飲む場所で生駒はまあ、はい、ワインであったり、うん、食べ物を出す、うん、まあ、いわゆるイートイン、まあそうですね、中心ですよね、うん、なんとか今のところやってきたっていうのは、うん、どういうあれで全力でこう身内というか仲間とか今までビジネスを、まあ、少なからず13年やってきた、うん、その前の職場の関係の人もそうだし、ずっとその人の縁っていうのは、うん、基本的に切らずにずっとやってきてるので、うん、まあ、困った時に助けてくださいって言うと助けてくれる人がすごく仲間として多いというか、先輩もそうだし、うん、まあ、親族関係もそうだったり、まあ、友人、友達、うん、後輩とか、そう、まあ、飲食のつながりだけではなく、うん、そう、人のつながりみたいなので、まあ、大変だろうから適当にちょっと1万円分作っといてよとかって言ってくれたりとか、なんとかこの1ヶ月はしのげそうかなっていう感じがしますけどね。店内はだからもう来ても1日3、4組なんで。普段は何組？普段はまあ1回満席になるぐらいなんで、まあ15組とか14、まあ、ランチも入れれば多い時で20組、25組とか入るんで、まあ、それはもう大打撃ですけど、ね、8割ぐらいは減なわけですね。8割減、そう。で、テイクアウトがそこを補填してくれてるような感じかな、うん、そこも全部はもちろん無理ですけど、うんうん、売上の今の1日の売上の8割がテイクアウトすごいですね。です、はい、テイクアウトにしようとしたきっかけか何かあったんですか？あれですね、もう、あ、これ多分日本保証ねえやってある日なんか察したというか、これだとなんか言ってるけど、あのなんか国民一人一世帯30万、条件付きみたいなのあったじゃないですか。あれ見た瞬間に、あ、これもうねえなと思ったんですよね。おそらく国も自利品なんだろうなと思って、でここでそれを当てにしてお店を休みにして食らうのは自分だと。だから、もう外に出て売るしかないっていう発想になったんですね、うん、もう食材ももちろんあるし、幸いここ路面店なんで、まあ、外出ればちょっとは売れるだろうみたいな感じでしたけど、まあ激減はしてますけど、なんとかしのげてる感じですね、うん、そう、オフェンシブっていうよりはディフェンシブな感じですけど、なんとかなんとかこうその日はしのげるみたいな感じですね。めっちゃ今なんか暗いニュースばっかりありますけど、割と、あ、そうそうそう、明るく聞く、そうですね、明るさだけはね、それ失ったらもう僕のあの生命線何もなくなっちゃうんで楽
楽しんだもん勝ちですからね、こういう時をね。なんかでも新しい動きというか違う出会いみたいなものが、ああそうですね、そう、例えば SNS 上とか、うん、Facebook、Instagram、Twitter だとかってこうある中で、なんかコロナのこのコロナショックと言われることが起きてから、お互いのことを知って、え、じゃあ助け合おうよみたいな流れができて、うん、でこういうああいうマスクもそうだし、マスクって言うんですよね、そう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 、あの地元のねお母さんというか主婦の方、こうクラフト、ハンドクラフトで、あの布マスク作ってて、でそれ今マスク需要ってすごいじゃないですか、うん、だから、まあ、どこ行っても売ってないマスクを、まあ、布マスクなんで一回買えばとりあえず洗濯してずっと使えるんで、それをお店のテイクアウトをやっている飲食店で販売したら、マスクだから人は来るだろうと、そしたらそのお店のテイクアウトのものも買ってくれるし、お店の宣伝にもなるし、マイマスクがあるっていうのは結構トレンドとして来るんじゃないかみたいなのもあったりして、パパのマスクみたいな、パパのマスクこれママのマスクとか、うん、多分いいと思うんだよな。でもあのこう今まで関わりがあったけど、うん、急に近くなった人とかっていうのはうなんか分かる気がして、店の人とつながるのって時間はかかったり、うん、なるほど、まあ商売やってるからね、うんうん、やっぱり表裏多少あったりするでしょうからね、うんうん、商売人っていうのはね、もう大変だから助けてっていうアピールをするとやっぱり助けてくれるんだなっていうのも分かったし、でいてそこまでして買いに来てくれた人には今までだと、そのなんだろう、まあ、生地お客さんはそれなりに来てくれてるお店だったから、なんかそれが当たり前になってて、その300円のピクルス1個を通りすがりの人とかが買ってくれた時に、さっき涙が出そうになったって話をして、でそれ本当にその商売の原点というか、心から300円ありがとうございますって思えたのはある意味このコロナのおかげで、そう、まあ、コロナに感謝してるやつは多分世の中誰もいないと思うんですけどある種その、うん、そう感じれたのはまあこういうご時世になったからだし、今後自分が商売を続けていく上で一生忘れられないものになるし、自分を改めなきゃいけないなと思った瞬間でもあるっていう感じではありますね。まあ、いわゆる距離を空けた感じでやってるんで、うん、まあお店はお店で続けていきながら、少ないお客さんだけどテイクアウトを軸にやっていけたらいいかなと思ってますけどね。めちゃくちゃ安定してもう普通に料理を出してワインを出してれば、うん、余裕で経営が安定してたビストロコマ、うん、そうですね原点回帰ですね。原点回帰、うん、独立を志していた頃を思い出すような、20代前半ですか、お店飲食店やりたいなと思ったのがそれぐらいなんで、うん、ちょうど20年ぐらいですかね。本当目の前のお客さんにありがとうございますって素直に今なら言えるなんか楽しいって言ってますね。そうそうそう、毎日が発見ですもん。毎日が違うから、もう今まではもう一日のルーティーンがこうある中で、何時に起きて何時に帰ってっていう生活だったけどね、テイクアウトのお客さんはいつ来るか分かんないですからね。でその中でこうよりスムーズに美味しく出せるように試行錯誤して、みんなで話し合って相談して決め事作って、でもっと良くなるようにこうしようって改善を出してっていうのが今の日常だから、さっき4月つい何日にこういう発表があってとかっていう記憶が4月の1日から今日までが
もう忙しすぎて思い出せない、ね、うもう4月もあ半分終わったんだっていう感覚です今日そういえば5月6日までって国は言ってたなみたいな、もうちょいだそこまではみたいな、そこまでしのいでみるか、でもそうどうせまた伸びるんだろうなみたいな感じですけどね。とはいえスタートがここからになっちゃってるんで、あの新たに4月からこの体制が変わって2人、僕の右腕左腕がついて、この2人は通常スペックを知らぬままいきなりテイクアウトの店になってるんである意味作業効率はあのお弁当屋さんじゃないですけど、あのスピードを求められるんで、結果的にそのスキルっていうところでは、まあ従業員教育としてはあの彼らは多分成長していくんだろうなと。でこれで普通の営業に戻った時に絶対あこんな楽だったっけみたいな感じになるんだろうなみたいな西船橋のビストロコマさん、はい、生駒浩平さん、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、この今インタビューの中にあったお話ですけれども、普段はフレンチのレストランをやってるけども今テイクアウトにしていると、その売り上げが、テイクアウトが8割っていうふうに言ってましたけれども、うん、やはりこうもともと飲食店やられてるのでご飯だけじゃなくってもちろん飲み物も出していて、それで経営を成り立たせてると思うんですけれども、まあバイトさんたちは今お休みしていただいてハローワークに行って補填するっていうことも全部やっているすごい経営者だと思いましたが、やはりこの飲み物が出ないっていうのはあの経営の中で大変痛手というか、まあ、弁当屋じゃないからね、うん、もうお酒を出すっていうことを前提にしたそうだよ、ね、うん、店作りをしてるっていうところがポイントですよね。それが今こういう状況になって、うん、テイクアウトの食べ物は出るし、300円のピクルス買ってくれただけでも感動するって嬉しいっていう原点に立ち戻ったって話はあったけど、これどうなんですかね、お酒。いや、お酒はいろんな規制があるから、うん、やっぱあの、まあ、一般的にその法律で、酒屋とかでね、スーパー、今スーパー規制緩和はもう20年前にされて売れますけど、レストランで売ることはあの瓶のままで売れないっていう、ね、いや酒税法免許があって、うん、酒屋は売れるけど、うん、レストランはあれはお酒売ってるわけではないのか。そう、液体のアルコール飲料を売っているということになるんですよね。だから抜栓しなければ売ることができないっていう、コップに入れて出すっていうことか。そうですね、うん、それは、ニュースでちょっとありましたけど、国税庁がそれを今だけ一時的に緩和している、うん、売ってもいい、うん、っていうふうにしたんでしたよね、する方向で言ってるという感じですね、うん、だから今現在そのだから延命策になるんですけど、うん、レストランが持っているお酒在庫を、出してもいいよということでやってるらしいですが、実際に、あるレストランが申請したところ、うん、しようとしたところまたすごい書類が来てると。何を書かせるんですかね、そんなに。だから結局やっぱ官僚社会であって、うん、あの申請主義という、申請しなければ何もしてくれないということになっているので、うん、結局は経営者がしんどいと。そうね、申請も簡単な申請でできるわけではなくて、うん、煩雑だということで、ね、さらに申請したら受理されるかどうかわからないという、うん、そっか、そうことになる、うん、だまあ今回その生駒さんのすごいところというのは、うん、短期的に見ればもう最初の段階でね、もう長期化するよねと、うん、すぐ業態変化をさせたことですね、うん、テイクアウト、うん、で、まあ面白いところの2点目としては、テイクアウトした時の、まあ、300円のピクルス、これのテイクアウト始めた時に、うん、あのその女性が現れたらしいんだけど、うん、涙ぐみながら生駒さんは話してましたけど、そこでまあ忘れてたものを思い出させられたっていうことですよね。そこが面白いところでもある。それはこう、うん、
パッと来てくれたお客さんということ、いつもこう通っている方ではない、一瞬で通り過ぎたみたい、通り過ぎて、あ、なんか大変なのみたいな、かかってくよみたいな、いくらそういう人じゃんみたいな、そういう感じの女性だった。どれぐらいですか？50代女性なんか江戸っ子だねイメージと違った。そうなのね、まあ露店だからね、1階の露店だからそういうの来てくれたと思うんですけど、でもやっぱり何よりもね、そのやっぱあのすぐやっぱ申請したりしている経営者ってなかなかいないから、うん、店の仕込みとかある中でハローワークに通って、特に今コロナの、ね、感染があるっていう中で、もうそこにバーッと行って申請もして、でバイトのお金も後から来るって言いながらもお金をね多分出す準備までしてるっていうところは意外とできないところだなと思います、ね、うん、他の人に店を任せてっていう人がいないとね、自分が住むことにもなるし、なかなか大変だし、苦手な人も多いと思う、まあ、何より逆境を楽しんでるというか、いや楽しまなきゃやってらんない感じですかね。やってらんないんだろうね。まあでも本当にまあこうやって明るいニュースを出そうと思ってるのは、本当に今大変な状況にある人たちもいるっていうのはやっぱ分かりながら、こう両面のねニュースを届けていきたいなと思って、ハンタロー君がやると、あのより深く国際的な話もできるんですけれども、まあ自分にできることをするっていうことで、お金がある人はお金を使ってない人はない中で助けてっていう声を上げるとかね、なんかフードバンクが大変っていう話もして、ま、今日の取材でしてましたよね。そういえば最後言っていい、うん、いやフードバンクっていうのがネットカフェとかその食料、ネットカフェの難民の人たちにあの宿泊所は用意されるんだけど食料ないんですよ。で市民団体が、協力して食料出そうって言ってるんだけど、フードバンクって余ったものを、余ったものなんだけど食べられるものっていうのが家庭内とかに業者のところにいっぱいあって、でパッケージミスとかね、そういうのを仕入れたものをボランティアが、食料ない人にあげるっていう、それが機能してないって言うんですよ、うん、何かっつったら生協とかね、生活協同組合とかスーパーとかが余り物がない、うん、めちゃくちゃ売れてるっていう話で、家でステイホームです、うん、売れてるから出てこないです。まずパッケージミスはでも別にあるんじゃない、うん、まあ、あるかもしれない、うん、でさらに今までやってたの出してた人っていうのはボランティアなんですよ、うん、大手の企業の人が土日のボランティアやってくれるとか、あの、まあ、心ある人がやってくれたんだけど来たくないじゃないですか、うん、で機能しない、来たくないっていうか控えろって言われてるしね。そう、だそういうので、うん、そのフードバンクは機能しないっていうところがあるらしくて、フードバンクすら機能しない、うん、だから結局まあこう普通にうまく循環してた社会の中では機能するボランティア組織だったんだけど、この非常事態でやっぱり動くものっていうのはなかなかなくて、結局はやっぱりね、うん、貧困ネットワークとか、ね、いろんなこの支える別のなんていうかレイヤーで動いてる人たちが、うん、まさに今日衆議院議員会館にいたっていう感じ。本当にありがたい存在だよね。普段そういう仕事見えない、気にかけてるけどできない、でも一生懸命現場でそういう貧困とかに取り組んでくれてる人たちがいるというね、まあ、一応言っとくとフリー記者もその中の一つだと思います、うん、大手記者はなかなか行かないところにフリーが行ってるということはラジオジャーナルの視聴者は感じてくれてるはずですそうですね、完全防備してますが、大手記者いました、結構少なかったかもね、うん、知ってる人はレイバーネットっていう労働系のネットメディアレイバーでした。あら、いないですね。ということで、特別版ですね、うん、いろいろ実は取材を続けているぞ、はい、ということですね。はい、はい、わかりました。では皆さんご視聴ありがとうございました。また保育園大変ネタをお届けしたいと思います。ありがとうございました。はい、次回よろしくお願いします。